こちらは台湾国際放送 RTI 中央放送局の日本語番組です。皆さんご機嫌いかがでしょうか。ミュージアム台湾、台湾博物館、最初のコーナーは台湾通信です。このコーナーでは台湾の最新の動きをお伝えしています。こんにちは、この時間の担当は早田です。さて今日はまず一つ世論調査をご紹介したいと思います。でこの世論調査、遠見という雑誌が行った調査です。遠見、遠くを見ると書きまして遠見と読みます。遠見雑誌、これは月刊誌ですね。でこの遠見というのは、これまで長い期間、同じ調査を続けているんですね。定期的に調査を行っていまして、そうした意味から言いますとですね、この遠見の世論調査というのは、それぞれの項目についての、回答の数字ですね、これについてはですね、様々異論もあるでしょうし、論議があるところだと思いますけれども、時系列的に並べますとですね、この変化というのが非常にはっきり出てくるんですね。その時々に発生した事件、これはあるいは選挙であったりとかですね、様々な運動であったり、あるいは中国大陸の動きだったりするわけですけれども、そうしたことによってですね、台湾の人たちの意識、これが変わっていくことがわかります。その時々の事件とこの世論調査の数字をですね、こう並べてみると、なるほどなと思うところがたくさんあるんですけれども、その最新の調査が発表されました。これ今年11月に行われた調査ですね。でこの調査の中でまずですね、これ経済についてどのように見ているのかということをですね、これから見ていきます。でこの調査によりますと、台湾の人たち、来年2021年の経済発展に対して悲観的だと答えた人が 39.3%、 楽観的だと答えた人、つまり良くなると答えた人ですね、これが 37.1% ということで、悲観的な人、悪くなるだろうと予測している人の方が、良くなると予測している人よりもちょっと比率が高いという結果となりました。で実際には 39.3 対37.1 ですね、あまり変わらないんですけれども、若干ですね、悪くなると予測している人が多いというのがこの結果なんですね。でこれをですね、年齢層別に見るとかなりの大きな違いが出てくるということなんですね。で若い人ほど楽観的である比率が高いということなんですね。そのうち20歳から29歳ですね、20代、これを見てみますと良くなると考えている人が 46.9% ということで、全体の平均に比べますとはるかに高いですね。でこれが年齢が高くなるに従って、将来良くなるだろうと、来年は良くなるだろうと考えている人の比率が下がってくるという傾向がはっきりと現れてきます。で先ほどのは経済全体に対する見方だったんですけれども、今度はですね、個人の経済状況ですね、一体お金どのくらい回るのかという予測なんですけれども、これについてはですね、 33.3% が良くなるだろうと予測していまして、で 31.1% は悪くなるだろうと予測しています。でこちらの場合は良くなると予測している人の比率の方がちょっと高いですね。今年は何と言いましても新型コロナウイルス感染、これ多くの人が経済的にも影響を受けています。来年はですね、今年よりもいいだろうと、良くなるだろうということ、これ期待を込めてということなんだと思いますけれども、これもですね、年齢層によってかなり違ってくるということなんですね。特にこの40歳以下の人たち、来年の自分の経済状況、非常にこの期待が高いということがわかります。で年齢が下がってくると期待がですね、下がってくるということになるんですけれども、20歳から29歳、20代、これ
これを見てみますと、来年の自分の経済状況良くなるだろうと考えている人はなんと 62.1% ですね。半分以上、 60% 以上も来年の方がいいと答えています。まあ、20歳から29歳の人たちというのは、まあ、社会に出てそれほど時間が経っていませんね。まあ、いろいろ試練もあるでしょうし、今これから発展していくという人たち、まあ、期待が高いというのも、まあ、分からないわけではありませんね。で、一方でこの年齢層ですね、悪くなると答えた人は 15.5%、 良くなるの 62.1% に比べてですね、はるかに少ないということになりますね。で、その次の上の世代になりますと、30から39歳ですね、30代の人たち、良くなるだろうと予測している人は 44.5% ですね。20代から29歳 62.1% が良くなる。で、30から39になるとちょっと下がってきますけれども、やはり全体に比べるとですね、この年齢層も良くなると考えている人の方が多いということになります。ということで、来年自分の経済状態良くなるという比率ですね、これを引き下げているのはそれよりも上の世代ですね、つまり40代以上の人たちだということになるわけなんですね。で、このように、まあ、世代によってなぜこれほどの大きな差が出てきたのかということについて、この遠見雑誌が分析していまして、それはですね、経済構造の二極化と関係があるのではないかということなんですね。で、その二極化というのはやはりですね、このインターネット、IT の世界ですね、これと関係があります。で、将来に楽観的な40より若い人たちですね、この世代というのはデジタル分野に関するですね、素養というのは非常に発展しているということですね。まあ、若い世代ということで、まあ、インターネットもそうですけれども、まあ、使いこなすことができるわけですね。で、これに対して一方ではですね、まあ、いわゆる従来型の産業、従来型の実体産業、まあ、インターネットなどの世界というのは、これはまあバーチャルの世界ですけれども、そうではなくて、まあ、実際にですね、この人などが動く産業ですね、この伝統的な従来型の実体型産業、まあ、こうした産業に従事している人たちは、まあ、比較的にですね、年齢が高い人が多いということですね。で、そうなりますと、こうした産業将来どうなっていくのかということを、まあ、なかなかですね、不安が大きいということで、まあ、将来のですね、自分の懐、それから全体の経済に対しても不安を持っているということで、この経済活動に関してはですね、この経済構造の変化に伴って、どうもこの将来に対する見方は二極化しているようだということです。まあ、今年新型コロナウイルス感染で、まあ、様々な産業が影響を受けているわけですけれども、これがですね、回復する段階で2つに分かれていくだろうと。1つはどんどん上がっていく、もう1つはどんどん下がっていくということで、これをですね、経営型の回復と名付けていますね。経という、これはローマ字の経ですけれども、1つは上がっていく、1つは下がっていくという形になっていくという予測ですね。で、これはまあ経済に対する見方でした。さて、次は台湾の在り方についての見方ですね。で、台湾の在り方、将来どうなっていくのかということについてはですね、中国大陸との関係、やはり台湾にとっては非常に大きな要素ということですね。で、中国大陸に対する見方ですけれども、まあ、ここのところですね、もう政治的には台湾と中国大陸との間の対立関係ですね、お互いの批判合戦というのが非常に激しくなっていますし、またそうした中で、中国大陸が軍用機をですね、台湾海峡の中間線を越えて飛ばしたりといったようなことで、まあ、軍事的な緊張も高まっているというような、まあ、雰囲気があります。で、こうした中で、台湾の人たち、中国大陸に対してどのように考えているかということなんですけれども、今年ですね、以前よりも中国大陸に対する印象が良くなった 24.3% ですね、まあ、以前と変わらない 24.1%、 そして悪くなったというのが 33.7% で、まあ、良くなったの 24.3% を大きく上回る形で、まあ、台湾の人
たち、中国大陸に対するイメージ悪くなったという人の方が多いようです。で、これをですね、昨年の同じ調査と比べてみますと、どういうことになるかと言いますと、中国大陸に対する印象、以前よりも良くなったという人、昨年は 25.9%、今年は 24.3% ということで、少し下がってますね。で、悪くなったという人は、昨年は 30.7% でしたけれども、今年は 33.7% ということで、3ポイントほど上がっています。で、昨年の今頃、何が行われていたのかということなんですけれども、これですね、もうずっと昔のような気がします。もうその間ですね、新型コロナウイルス感染を挟みましても、あっという間にですね、時間が過ぎたような気がするんですけれども、これまだ昨年のことなんですね。で、昨年この時期何が行われていたのかというと、台湾では総統選挙なんですね。で、総統選挙の時に、やはり非常に大きなですね、この論点となりましたのは、中国大陸との関係をどうしていくのか。与党の蔡英文総統は再選を目指したわけですけれども、蔡英文政権、民進党政権というのは中国大陸に対しては批判的ですね。で、これに対して最大野党の国民党、韓国瑜さんを候補に立てて選挙戦を戦ったんですけれども、国民党の韓国瑜さんの方は、中国大陸との政治的な対立は、ひとまず棚上げして、経済の関係を発展させようではないかということを呼びかけました。で、これがですね、非常に激しい論戦となったんですけれども、最終的には、今年1月に行われました総統選挙の投票で、民進党の蔡英文さんが再選されるということで、中国大陸に対してはですね、批判的な声の方が台湾では強くなった、強かったということになるんですね。で、こうした中で、昨年のこの時期と今年を比べてみますと、印象が良くなったという人は若干減りまして、印象が悪くなったという人が増えていますね。ただ劇的な変化があったかというと、そういうわけではなくて、じわじわとこうした傾向が続いているということになるようです。で、次にですね、台湾の人たち、このようにですね、中国大陸に対する印象は悪くなっているようなんですけれども、で、また台湾と中国大陸との間の摩擦もですね、頻発していますが、ではですね、中国大陸との関係、どのようにした方がいいのか、これについてはですね、ちょっと意外と言いますか、そうした傾向とは逆の考え方を持つ人が多いですね。つまり、台湾と中国大陸との間の相互の関係はもっと盛んにするべきだと考えている人ですね。これが 64.2%、半分以上ですね、非常に高い比率となっていまして、で、しかもこれが昨年に比べまして 0.6 ポイント上昇ですね。で、今後、台湾と中国大陸との間の交流は減らしていくべきだと、関係が悪いんだから あまり交流はしないようにしようじゃないかと、そうした方がいいんだと考えている人は 21.1% ということで、圧倒的に少ないんですね。で、しかも昨年に比べますと 0.8 ポイントの減少ということになってますね。印象、中国大陸に対する印象は良くはないんだけれども、じゃあですね、お付き合いしない方がいいのかというと、そうではなくて、もっとお付き合いするべきだと考えている人の方が多いということですね。で、こうした中でですね、台湾将来どうあるべきかなんですけれども、まずですね、現状を維持して、それから決めていこうと考えている人、これが 28.7% で低下ですね。昨年は 38.1% あったんですけれども、現状を維持してから、それからですね、独立するか統一するか、そういったことを決めていこうと考えている人はですね、少なくなってきているということで、将来に関してはですね、台湾の人たちの多くの考え方がですね、一定の方向に動いてきているということがありますね。で、何が増えたのかということなんですけれども、まず台湾独立に賛成するという人ですね。これが昨年は 25.5% でしたけれども、これが今年は 29.8% に上昇しています。そして永遠に現状を維持するべきだと考えている人が 25.1% ですね。で、先ほどは現状を維持してから統一独立を決めるという考え方、この中にはですね、ひょっとしたら統一するかもしれないということなんですけれども、この永遠に現状維持というのは、統一は永遠にしないということですね。ですから、この永遠に現状維持というのは、別の意味での台湾独立ということになるのかもしれま
ませんけれども、まあ、そのあたりですね、この台湾の人たちの心理状態でもかなり複雑なものがあるようなんですね。ただですね、まあ、今回の結果を見てみますと、まあ、これ長期にわたってそうなんですけれども、現状を維持してから、そして将来にですね、独立するか統一するかを決めようではないかという考え方ですね。これが前回と比べますと急激に低下をしています。でこれに対して上昇したのは台湾の独立に賛成する。でこれが実はですね、この現状を維持してからその後で決めるというのを今回は追い越してトップに立ってますね。まあ、今回はこの2つが逆転したという状況ですね。それから、まあ、台湾独立にちょっと近いんじゃないかと考えられます、この永遠に現状を維持するですね。これも急激に上昇しているという状況です。でこれに対して中国大陸との統一に賛成するという人ですね、今回は 6.3% でした。で、実はですねこれ上昇してるんですね。前回は 4.5% だったんですけれども、これが 6.3% に上昇していまして、統一を求める人もですね、まあ、これは比率としては低いんですけれども、ちょっとこの動きがありますね。それからこれに関連してですね、将来10年以内に台湾と中国大陸が統一するかどうかということに関しましてはですね、しないと答えた人が 66.3%、 それからするかもしれないと答えた人は 17.6% ということで、まあ、しないと答えた人のが圧倒的に多いという状況、まあ、つまりそれだけですね、台湾の多くの人たちが中国大陸との間には特にですね、ことは起きないよということで、まあ、台湾は独立する、あるいは現状を維持するという、まあ、比較的楽観的なですね、意識が高まっているということになるのではないかと考えられます。でこの調査なんですけれども、もう一つありますね。一番行きたい旅行先、海外旅行先ですね、どこかという質問なんですけれども、これはですね、まあ、ほとんどこの予想にたがわぬ結果ですけれども、日本がトップですね、42.1% です。で、その次、2番目がですね、中国大陸で 4.7%、1位と2位の間は桁が違っています。で、3位は韓国で 3% という結果でした。これはですね、新型コロナウイルス感染に伴って設けられています、往来の規制ですね。これが解除されたら、一番行きたいのはどこですかという質問だったんですけれども、まあ、一体ですね、こう自由な往来ができるようになるには、あとどのくらいの時間がかかるでしょうか。まあ、台湾の人たちもですね、それまでは我慢ということになります。台湾では先ほどのような世論調査様々行われています。で、それぞれですね、やはり結果というのは違っているんですけれども、それを並べていきまして、そして時間軸で見ていくとですね、大体の傾向が分かってくるということなんですね。で、こうした世論調査で出てくる数字、台湾の人たちの意識が数字として出てくるわけですけれども、こうしたものというのは台湾の政治や社会、さらには経済を見る上で非常に実は重要なんですね。しかもそれがその時々の出来事によって大きく動きます。で、その揺れ幅というのがですね、なかなか大きなものなんですね。で、一体これからどうなっていくのかということを考える時にも、その動きというのを捉えておかないといけないということになります。で、こうした中で台湾の政治ですけれども、相変わらず続いていますのはラクソパミン豚のアメリカからの輸入解禁の問題です。これは繰り返しになりますけれども、ラクソバミンという物質を豚の餌に混ぜて食べさせますと、まあ、肉がですね、赤身が多くなって見栄えが良くなるという効果があるんだそうですね。ところがこのラクソバミンを食べさせた豚の豚肉にはこのラクソバミンが残留しているんですね。で、これを人が食べることになるんですけれども、それを食べた人からですね、健康被害が報告されているんですね。で、そのためにこのラクソバミンの使用を世界各国で禁止されていまして、まあ、台湾でも禁止しています。そして、輸入する豚肉に関してもこのラクトパミンを使用しちゃいけないということになっていたんですけれども、まあ、今回ですね、8月ですけれども蔡英文総統がアメリカからのこのラクトパミンが残留する豚肉の輸入を解禁すると発表をしまして、それが1月1日から実施されます。もう間もなく実施されるという状況なんですね。
この蔡英文政権としましては、なぜ解禁するのかということについて、これは経済外交ですね、アメリカとの貿易交渉を進めるためということで説明をしているわけなんですけれども、では貿易交渉をまとめるために台湾の人たちの健康を犠牲にするのかということで、非常に大きな反対の声が上がっています。で、この反対の声を上げているのは、主にですね、最大野党の国民党です。で、国民党は労働者団体が主催した大規模な台北市でのデモに参加しまして、で一緒になってこのラクトファミン豚肉の輸入解禁反対を訴えました。でまた議会でもこの反対の立場をですね、繰り返して表明していまして、で乱闘も議会の中で行うという状況なんですけれども、今回の場合はラクトファミン豚肉ですけれども、一つのものの輸入をですね、禁止していたものを解禁するということになりますと、これに伴って、実はいろいろなことが準備されていなければいけないんですけれども、どうもですね、この民進党政権、このラクトファミン豚の輸入解禁、アメリカからの輸入解禁ですけれども、これを発表する前にですね、十分に準備していなかったようなところがありまして、そのためにですね、さまざまな問題が浮上してきています。でここのところ浮上してきているのは、このラクトファミン豚ですね、ラクトファミンを含んでいるかいないかということをはっきり分かるように表示をするべきではないかという議論なんですね。輸入解禁には、もちろん反対なんだけれども、輸入を解禁したとしてですね、そこにラクトファミンが含有しているということをはっきり表示していれば、消費者が自分で選択することになるので、あとは消費者の自主的な判断に任せればいいということになるんですけれども、この表示をするかどうかでですね、非常にこの揉めているんですね。でこの表示をする際に、じゃあ一体表示ができるものかどうかということがまず問題になるわけですね。で現在この民進党政権の方で進めていますのは産地表示ですね。でアメリカからの輸入であるということははっきり表示すると、それから台湾産は台湾産ではっきり表示するということで、解決しようとしているんですけれども、ではアメリカから輸入される豚肉についてですね、じゃあこれまで輸入されてきていたものはラクトファミンが残留していないものだったんですね。で、残留しているものを解禁するということになりますと、すべてアメリカ産ということであれば、残留しているものかあるいはいないものかというのがわからないという状況になるわけですね。じゃあこれじゃ判断ができないんじゃないかということで、ラクトファミンを含む豚についてはですね、これをちゃんと表示をするべきではないかという主張があります。でこれに対して民進党政権側はですね、これはできないと、国際的なルールとしてですね、ラクトファミンを含むかどうかというのを表示するということはないんだということをですね、これは主張しています。これ経済部の方もこのように説明をしているんですけれども、じゃあどうするかと、じゃあ業者の人たちが自主的に表示すればいいじゃないかという論議があるんですね。でこれについてはですね、政府としても歓迎をするということなんですけれども、じゃあそれにですね、信頼性があるのかどうか、政府がそれを保証するべきではないかという主張が一方で出てくるわけですね。でこの表示については、輸入の際に今輸入する貨物についてはですね、このそれぞれ番号がついてるんですね、通関ナンバーというものなんですけれども、これをですね、豚肉について増やすということを決定しています。で、もっとですね、細かい部位に分けてそれぞれの通関ナンバーをつけようということで、これまでよりもですね、この通関ナンバーを増やしているんですね。で、豚肉に関してはもともとですね、牛肉より少なかったんですけれども、牛肉の場合に習って増やすということなんですけれども、ではですね、その部位に対しての通関ナンバーの増加ということは分かるんですけれども、じゃあその肉がですね、ラクトファミンを含んでいるかどうかで分けようということになりますと、国際的なそういうことは行われていないということ、これはできないということを政府の方は主張しています。でもう一つはですね、現地の工場の査察ですね。で、豚肉を輸入する際にはですね、台湾の係官が現地、この場合はアメリカですけれどもに行ってですね、で台湾に輸入されてくる豚肉を加工している工場を査察します。それで、合格かどうかということでですね、合格した工場から輸入することができるんですけれども、合格していないところから輸入することはできないんですね。でこの査察、今回アメリカからラクトファミン豚肉の輸入を解禁したということでですね、新たな
工場から輸入されることになるんですけれども、でその工場に査察に行かなければいけないのにですね、新型コロナウイルス感染の関係で台湾とアメリカとの間の往来も非常に難しくなっています。ですから解禁はしてもですね、実際に輸入することは難しいだろうということになっているんですね。でこの工場査察なんですけれども、牛肉の場合は BSE ですね、狂牛病の関係でそれまで禁止していたものを解禁するということで、これはまあ慎重に行わなければならないわけですから、まあ、実際に係官がアメリカに行って工場査察をやっているんですね。でしかし豚肉も解禁したんですけれども、これはラクトパミン豚肉ではないですね、ラクトパミンを含有しない豚肉について解禁したんですけれども、そのですね、工場査察に関してはですね、病気ではないので実際に行って査察をする必要はないだろうということで、書面審査だけで終わらせているそうなんですね。こうして合格した工場、加工場からラクトパミンを含有しない豚肉、これまで輸入されていたんですけれども、今度はですね、このラクトパミン豚肉解禁されたわけですね。ではこれまで査察を経てですね、認められている、そこから輸入することが認められている加工場について、ラクトパミン豚肉を加工しているのかいないのかということ、これがはっきりしない状況なんですね。でここがラクトパミン豚肉を加工しているということになりますと、ここから輸入することができるということになりますね。で、衛生福利部長の陳次中さん、これ食品の安全も管理しているお役所ですけれども、そのトップの陳次中さんがアメリカの工場に査察に行くことができない状況の中で、解禁はされてもですね、実際にラクトパミン豚肉がすぐに輸入されることは非常に難しいだろうという見解を示しているんですけれども、しかしですね、こうしたすでに査察に通っている工場についてですね、加工場については一体どうなのかということ、こうした加工場でラクトパミン豚肉が加工されているということになりますと、実は解禁するとすぐに輸入することができるということになりますので、このあたりがですね、今のところちょっとはっきりしてない状況ですね。でこのラクトパミン豚肉の輸入解禁問題につきましては、これは最大野党の国民党のシンクタンクが発表した最新の世論調査ですけれども、 72% の人がアメリカの台湾に対する支持を獲得するために台湾の人たちの健康を犠牲にすることは認められないと答えています。ということで、このラクトパミン豚肉の輸入解禁には反対の声非常に強いんですね。でこうした中で台湾の豚肉輸入業者80社余りがラクトパミン豚肉は輸入しないということを宣言しました。でこの80社余りというのがどういう数かといいますと、これは台湾のですね、肉類に関する業界団体があるんですけれども、ここによりますと台湾で豚肉を輸入している業者というのは100社余りなんだそうですね。でその100社余りのうち80社余りがこれは共同でですね、この署名を行いまして、ラクトパミン豚肉は輸入しないということを宣言したということになりますと、ほとんどの業者ラクトパミン豚肉はお断りしますということになったわけですね。でこの80社というのはその大部分は大型の業者だそうでして、で全体の市場のシェアですね、 85% 以上に達するということで、その 85% 以上の業者の人たちはラクトパミン豚肉は取り扱わないということになりました。ということになりますとですね、アメリカからのラクトパミン豚肉の輸入を解禁したということが一体どのようなことになってくるのか、実際に輸入されることになるのかどうかというと、非常に大きな疑問が起きるということになります。業者の人たちにとってはこれは外交でも何でもなくて自分たちのビジネスですから、それに影響を及ぼすことはできるだけ避けようということのようですね。で、この豚肉の騒ぎですね、ラクトパミン豚肉の輸入解禁をめぐります騒ぎで明らかになってきたのは、実はですね、台湾ではすでにラクトパミンが残留する牛肉についてはですね、輸入が解禁されていたということなんですね。で、これ以前のですね、台湾の人たちはあまり気にしていなかったんですけれども、実際にはですね、このアメリカから牛肉の輸入が解禁された時ですね、これは BSE に関して解禁されているんですけれども、この時すでにですね、ラクトパミン牛肉、これは含まれていたということらしいんですね。民進党政権はラクトパミン豚肉の
輸入解禁にあたりまして、ラクトファミン牛肉もすでに台湾の人たち長年食べてきて健康に何の問題もないじゃないかと、ラクトファミン豚肉に関しても許容範囲内であれば健康に特に問題を起こすことはないということを繰り返して主張しているんですけれども、それでもですね、やはり台湾の人たちの不安感はなかなか消えないようですね。台湾の人たちの食生活にとって豚肉の地位というのは牛肉よりもはるかに高いものであるということを物語っているようです。それではこのあたりでこの時間お別れしたいと思います。担当は早田でした。こちらは台湾国際放送です。